清水一行は日本の小説家。実際に起きた経済事件に関わった実在の人物をモデルに企業の実態や事件の内幕を描く作風を確立した。高杉亮、城山サブローラと並ぶ経済小説の第一人者として知られる。息子に自動車評論家の清水草一、孫にテレビ朝日アナウンサーの竹内義恵、俳優の竹内太郎がいる。 東京府南葛飾郡、東町の二階屋が四軒続く長屋で、大工の次男として生まれた。父は忠介、母は花。清水が生まれた、東町は、玉の井と呼ばれる、死生街の南側に隣接していた。母花は、夫の忠介が、花札ば口ばかりして、稼ぎが悪いので、蕎麦と酒の屋台を出した。右の少年が、清水三歳の頃に、長野県小さが郡。 死の村に住むおばに引き取られる。清水の下に妹ができ、母は花は妹を背中にくくりつけ、清水と兄を屋台の下の籠の中に入れて、おはぐろどぶのそばで商売を続けていたが、さすがに三人を育てながらでは、体が持たなくなった。そして、清水が間引きされるような形で、新州に行くことになった。1936年8月に、 母の花が4人目の子供を流産し、自身も命を落とした。清水は自分はもう東京に帰ることなく、ずっと、茂野の村の人間として暮らすのだろうと考えた。しかし父の中介が茨城県出身の女性と再婚し、1939年に8歳になっていた清水を、あ町の長屋に呼び戻した。墨田区立厚生小学校に入学。当初、 茂の村の方言が抜けず学校でいじめられたりして苦労した。厚生小学校を卒業すると岩倉鉄道学校に入学。早稲田大学法律学科中退。敗戦とともにそれまで禁じられていた共産主義が知識人、労働者、学生などの間に拾っていった。清水も自然と共産主義に興味を持つようになった。青年共産同盟に入り、 マルクス・エンゲルスの共産党宣言や資本論を勉強したり、赤旗を担いでデモに参加するようになった。清水は父親の忠介と激しい口論をした。忠介は、うちは赤線商売をやってるが、はばかりながら赤の血統はねえんだ。とにかくうちに共産党の人間は置いておけねえ。共産党をやめねえんなら、感動だ。とっと,とと出てけ。 とカンカンになって怒鳴った。1948年4月前日本産業、別労働組合会に本部初期。1949年1月、清水は18歳の誕生日を迎え、正式な共産党員になった。労働調査協議会出版部員を経て、週刊誌のフリーライターになる。一方で、藤原経済研究所に所属した。1966年に、 小説株都庁発表。1975年に動脈列島で日本推理作家協会賞を受賞。2010年3月15日、千代田区の病院で老衰により死去。通夜、葬儀は近親者で済ませた。若かりし、日は熱心な共産主義者だった、清水だったが、1952年5月1日の地の命令事件をきっかけに、労働運動や、 共産党と決別し物書きとして生きていくことを決心した。1967年春、朝日芸能を連載中だった小説、悪の公式の中の溺れる寸前藁をつかみに、訪ねてくる中小企業主のおごそかな途上でもあった。しかしもちろん、途上とは言っても、暗い清算な周期など、微人もなく、途方に暮れ、充血した目つきで達を見上げる。 中小企業主。途上で最後の止めを待つ哀れな犠牲者、マクツみたいなもんだな。こないだ、あるゴム会社の方が、途上だなんて言っていましたといった表現が、ブラック差別とされて、途上労組から球団を受け、同年9月15日の解放新聞に、私の反省小説、悪の公式は、差別作品であったと題する反省文を発表。それによると、 1967年7月27日、謝罪のためブラック解放同盟大阪府連合会に呼び出された清水は兵庫の番長へ行ってくれと命じられ、神戸市長田区の番長に出向いたところ、いきなり十数名のブラック解放同盟員に取り巻かれ、馬鹿者。という土星から始まるメンバーの集中攻撃を受けたという。1999年2月、鉱山事件に基づく、 小説、総裁課長で、殺人罪に問われ、大阪高裁で審理中の元ほぼ、山田悦子が、犯人扱いされ、名誉を傷つけられたとして、著者の清水と修営者、証電社の出版社二社に、損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁、第一小法廷は、計176万円の賠償を命じた、大阪高裁判決を指示し、清水と二社の上告を棄却した。 これにより、清水と出版社の敗訴が確定した。ありがとうございます。